どうも、なめこです。今回はユニオンステーションを紹介します。駅舎と乗車までの模様をお伝えするぜ。それでは、ゆっくりしていってね。シカゴ、ユニオンステーションに到着しました。ここは1987年のパラマウント映画、アンタッチャブルのクライマックスシーンの舞台だそうで。見たことないからさっぱりだけどな。ここで、アムトラックについて説明しましょう。名前の由来は、アメリカ、と、トラック、の、二つの言葉を足して、アムトラックだそうです。アメリカには国有鉄道は存在しないぜ。私鉄ばっかりだそうだぜ。おのおのが頑張ってきましたが、航空や自動車の普及により、鉄道旅客輸送量は減る一方でした。そこで、各地域の鉄道会社の旅客輸送部門を統合した、全国一元的な組織として設立したのが、このアムトラックです。要するに、三電や阪急、京阪とかの私鉄を、倒産回避のため、合併させた感じだぜ。なお、ウプ主は4ヶ月前に、ネットでチケットを購入済みです。アムトラックのホームページから、頑張って予約したぜ。乗る人乗る駅、降りる駅とクラスを入力するだけだぜ。駅サイト翻訳さん、大変お世話になりました。乗り場案内を見てみましょう。今から、このカリフォルニアゼファー号に乗るぜ。ホームにはずらりとでっかい電車が並んでるぜ。マイトガインを彷彿させるぜ。時間があるので売店を物色します。今回は何も買わなかったけど、見てるだけで楽しいぜ。お次はこの、シカゴユニオンステーションについて紹介しましょう。世界最強の鉄道王国アメリカ。その中枢にあたるのがこの、シカゴユニオンステーションです。シカゴを中心に、東はニューヨーク、南はニューオリンズやオーランド、西はサンフランシスコやロサンゼルスなど、全米約500の駅と結ばれています。交通手段が鉄道から飛行機に変化してしまったため、最盛期の活気は薄れてはいますが、鉄道のハブ駅として今でも賑わっています。カリフォルニアゼファー号には、個室のある寝台車と、普通席がありますが、個室利用者には専用のラウンジがあります。早速、入ってみましょう。鉄道でラウンジ。ブルジョアだぜ。ラウンジ内では、ジュースやポテチ、菓子パンが食べ放題です。素晴らしいぜ。ラウンジ内のカウンターで、乗車手続きを行います。
ネットで購入時に発行される紙を見せるだけで OK だぜ。こんな紙をくれました。531号車の2番の部屋ってことだな。アムトラックには貨物車が連結されているので、邪魔なスーツケースを飛行機みたいにサンフランシスコまで預けてもらおうとスタッフに声をかけました。カリフォルニアゼファー号利用者の旅ブログを参考にしたぜ。しかし、なかなかスタッフに伝わらない。そんな時にスマホの翻訳アプリの出番だぜ。この荷物をサンフランシスコまで貨物車で預かってくれないかい？と音声入力すると、スピーカーから英訳された音声が再生されます。技術の進歩、さないぜ。スタッフがそれを聞き、何かおしゃべります。すると、スマホからは日本語訳された音声が再生されます。便利すぎるぜ。このアプリがあれば困ることはまずないぜ。そんな風に考えていた時期が俺にもありました。スタッフの日本語訳された音声を確認すると、天使の羽は降りる、とても軽い、でもそこじゃない、コロンビアの回り道、天使の羽に気をつけて、などなど。ある程度単語が分かれば予想もついたのですが、天使の羽、コロンブスとか、わけのわからない訳で、全く使い物になりませんでした。結局、バンコク共通のジェスチャーで乗り切ったぜ。発車30分前になりました。いよいよ乗車です。ラウンジにある専用の出口からホームに出ます。とうとうこの時が来たぜ。予約してから早4ヶ月。待ちわびたぜ。車両が見えてきましたよー。でけホームが日本みたいに高くないから、さらにでかく見えるぜ。サンフランシスコ行きの、カリフォルニアゼファー号は右手の車両です。乗降口にはアテンドさんが待っていて、チケットの確認と部屋の案内をしてくれるぜ。側面に号車が表示されてたぜ。どうやら一つ前の車両のようです。531号車。うん、合ってる合ってる。
ここで言われたことを、うつ主なりに英訳してみました。ようこそ、僕の名前はカルロスさ。君の部屋は2番だね。左、右、右、右と進めば君の部屋さ、あはん。さすがに、これくらいは理解できたぜ。こちらが52時間お世話になる個室、ルーネットです。おーおー。今回はここまで。次回はいよいよ発車そして、車内散策です。楽しみすぎるぜ。ご視聴、ありがとうございました。